ガオこんばんは。浜田山虎の子不動産です。今日はですね、ブロックチェーンを利用した金融取引のイメージですね。これはですね、ソーシャルレンディングでですね、お金を必要とする企業の事業計画を仲介業者がネットに掲載せ、貸し出し手を募ると。これですとですね、金融機関がいらなくなってですね、図の右のように、あ、左ですか。 左の下のようにですね顧客と顧客が直接つながりますまたブロックチェーンではですね取引記録を共有,共有し相互に監視検証しながら正しい記録をチェーンとしてつないでいくので一つの台帳がハッキングとかされることはありません今後ですね不動産取引の所有権の登記や 個人情報など重要な記録管理で活用が期待されます。また、分散型、下の図のようなネットワークのネスですね。大量のデータ格納がやや難しいという欠点はこれからの課題です。それでは、お先に失礼します。